マイタウン水戸この番組は水戸市の話題や情報をお送りしますおはようございますコンアキコですこれからは台風に気をつけないといけない時期ですね今回は避難所の対策や日頃の備えについて水戸市防災危機管理課副参事坪井正幸さんに伺います坪井さん 今年は、避難所での新型コロナウイルス感染拡大防止の対策も重要になっていますね。そうですね、コロナ禍ということでありますけど、まあ、市民の皆様がですね、避難所において感染することに不安を感じまして、避難を躊躇して、尊というとう命をなくすということがあってはならないと考えておりますので、身としては、新型コロナウイルスの感染する恐れのある状況下における避難所運営、 に関する指針というものを策定して、今回避難所に対応したいと考えているところでございます。実際にはどんなポイントがあるんでしょうか。はい。まずあの今回避難所のまず開設する避難所というところでは、避難者のですね分散というのを図るため、可能な限り多くの指定避難所を開設したいと考えております。合わ、はい、せまして避難者間のですね感染を防ぐために、避難者の体調などに応じまして。 受け入れ施設を分けて受け入れたいと考えてございます、はいえ。具体的に申しますと、一般の方は小学校に、体調が悪い方は中学校に、避難校と養成者の方は市民センターに避難していただきたいということを考えております。なるほど、もうその段階で分けているということですね。はい、そうですね。はい。さらにはですね、今回避難者の密の状況を避けるということもありまして、主要人数が 増えててしししままううううということもそういいこもそ場合をししホテル、旅館等の活用も図ることとしておりまして6月の末にですね茨城県のホテル・旅館生活衛生同業組合、水戸支部の皆様と協定を結ばせていただきまして、使用人数を超えるような場合には二次的な避難所としてホテルなどの活用も図りたいと考えております。なるほど そういった形でいろいろと避難する場所、私たちも確認しておかないといけないですね。そうですね、はい。6月15日号の広報水戸などにもそういった特集を組んでおりますので、ご確認いただけると幸いです。そ,うですね、さあそして避難所、そんなふうに振り分けがあるということを踏まえて、それぞれの避難所での水戸市の対応、どんなふうにされるように話が進んでいるんでしょう。はは、い。避難所では まず受付で体調などの確認を行わせていただきます非接触型の体温計なども各避難所に事前に配備させていただいておりますのでそれで確認するとともに消毒液やマスクなども準備してない方にはお配りしたいと考えてございますまたできるだけですね避難スペースでの距離を取るということもありますので感染防止のため間仕切り1メートル80センチほどの高さのなり 2>, 2メーター四方にこう広がる、個別に仕切れるようなスペースを設けるような、あの検討型のものを準備しておりますので、そういったので、感染防止対策などにも、図ってていいきたいと考えております、うん、実際にそういった間仕切りもあって、収容人数も今までよりも少なめにというところで、いろいろな対応が行われるんですね、はい、そうですねその中で、ですねその避難所に集まった市民の皆さん。 やはりこれまでとはちょっと違う心の準備っていうのも必要かなと思うんですが、はい、どういったことがありますか？はいえ、避難所へ避難する時のその注意点としましては、可能な方になりますが、体温計や消毒液などの衛生用品をご持参していただければと思います。また、一般にも今言われておりますが、マスクを着用するなど、咳エスケートなどを守っていただくこと。さらにはなるべく。今回は避難所では。 避難者同士の交流というのもできれば控えていただければと考えております。ちょっと心細くなるような状況ではありますけれども、それは少しね感染症の対策ということで、はい、心に止めておいてほしいところですね。すねはい。ここ最近の台風では予想を超える被害を受ける地域が多くなっています。水戸市も去年は大変な被害を受けましたね。え昨年の台風19号では。 11平方キロメートルを超えるような浸水被害が発生し、また700件を超えるような重火被害などもございました、さらには、まあ、逃げ遅れた方もいらっしゃいまして、結果的には170名の方がヘリやボートで救助されるというような状況もございました、そういったことも踏まえまして、今現在、国、県と一体となりまして、まずはハード対策など、 を進めていくといった中川の緊急治水プロジェクトなども進めているところでございましてその中で合わせて早々対策なども強化していきたいと考えております本市としてはまずは茨城大学などとですね連携して被災者の方に対しましてその避難行動や情報伝達のあり方等についてのアンケート調査なども実施させていただきました、まあ、現在そのアンケート調査についてはあの取りまとめをしているところでございますが そういった内容やこれまで避難者とか被災者の方からお聞きしたような情報をもとにです、ね、市が発信する避難情報の内容やタイミングなどについても効果的になるよう検討しているというところでございますさらにはです、ねはい、洪水ハザードマップというものを改定し配布することまた台風19号の対応においても効果を発揮しました防災ラジオの普及に努めるなど 市民の皆様の防災意識の交流を図り、まあ、これまで以上に、ですね自助・近所、共助、公助の連携を深めてまいりたいと考えております、うん、本当ですね、その中でやはり重要になるのは情報発信だと思うんですけれども、はい、これは改めてどういうふうにしていこうというふうにお考えなんでしょうか、はい、あらゆる手段で分かりやすく情報を発信するということがまあ基本になると思いますが、さらにはなかなか 避難勧告では避難していただけなかった方に対しましても、まあ、緊迫感をお伝えするために避難指示の発令に合わせましてサイレを鳴らしたりまたより具体的にです、ね、河川の氾濫箇所などもお伝えしながら、まあ、その他の区域の方にも避難していただけるようなこう情報の発信の仕方内容についても工夫していきたいと考えてございますで実際9月1日にです、ね、そういった情報伝達訓練なども今回行いたいと考えておりまして 防災行政無線で、まあ、再燃放送なども実施したり、まあ、防災ラジオ、SNS などを活用しまして、災害時を想定した情報発信を行いたいということで、考えてございます。そして今まで以上に、私たち市民がより自分たちが住んでいる地域の危険性とか、そういったものに敏感になっていないといけないというところですすよね。ね。はい、そうです、ね、う今回、洪水ハザードマップというのも7月に改訂いたしました。 この洪水ハザードマップというのは大雨などにより河川が氾濫した場合の,、まあ、その浸水想定区域ですとか、まあ、浸水の深さですね浸水深を表示した図面でございまして、まあ、市民の皆様の安全な避難に役立てていただくために作成したものでございます、まあ、今回の改定のポイントとしましては情報入手方法にです、ね、関わする掲載の充実ということで防災ラジオの説明の追加ですとか 気象や水位情報の入手方法を改めて整理させていただきましたまたですね市民の皆様が取るべき行動を記載する欄マイタイムラインというものがございますがそういったものを充実させていただきまして時系列的にですねおのの皆さんが災害時に取るべき避難行動を記載する欄というのを追加させていただきましたまた昨年の台風19号において浸水した区域なども記載しております実際目の前に 新しく記載されている防災ラジオ、この防災ラジオも今、はい、テーブルの上にありますね、はい、これはどういった方にお配りされているものなんですか、はい、えあのこの防災ラジオというものは、浸水想定区域やあの土砂災害警戒区域などの,その災害リスクの高い、えー、地域の皆様、または避難行動要支援者といいまして、事前に名簿に登録されている方、さらにはそういった方々を支援していただけるような民生委員さんや消防団の方、 などに無償で対応しているとお貸ししているというものでございます昨年の台風の状況なども踏まえますとかなりあの有効に活用できましたそういった中で浸水想定区域など以外の方からもダウンが欲しいとありがたいお声をい,いただきまして無償の対応地域の方以外の世帯のお住まいの方や市内の事業者の方にも有償ですがお貸ししたいというところで考えておりますその場合はですね申請書が防災危機管理課や 各地の市民センター、または市のホームページでも入手できますので、その申請書の方をですねご記入いただいて、お申し込みいただければと思いますさあ、そしてその他なんですけれども、土のうというところがありますね、はい、そうですね、やはりあの近年、異常気象などによりまして、まあ、集中豪雨がかなり増えておりますし、台風などによる浸水などもあります。そういった時ににですね道路の浸水などによりまして 各ご家庭に浸水してしまうという状況も多く見られます、そういったときに対応するためにです、ね、市民の皆さんがご自身で被害を未然に防ぐことを目的としまして、土のというものを身としてはお配りしておりまして、その土のをですを、ね、いつでもこう持ち出せるように、土のステーションというものを市内6か所に新たに設置していきたいと、今、考えているところでございまして、9月上旬ですかね、まあ、8月下旬の頃には設置をできると思うんですが、 改めまして、それにつきましては、広報、水戸などで、後でお知らせしたいと考えておりますコロナ禍だからこそ、日頃の備えは、より大切ですねやはりあの今回、お配りしております、水戸市の洪水ハザードマップなどに、やはり日頃からその洪水を備えて、対応と、それぞれの皆さんが避難する場所や、避難するルート。 またはどのようなタイミングで避難するかといったようなマイマップ、マイタイムラインとそういったような欄もございますのでそういったのを活用していただきましてまずは台風など浸水被害に備えていただきたいというところが1点ございますこのマイタイムラインですけれども、はい、やはりこれはもう台風とかゲリラ豪雨とか、はい、そういうのが起こる前に家族で話し合っていたり、はい、そういうふうにする一つのポイントになりそうですね。そうですね、はい 特にやはりあの台風などは事前に今予測等も可能ですので、そういった時に台風の情報を得た時にはどういった行動を取るかといった。また水戸市からのですね。情報がどういった取るかということを、事前にご家族でご相談していただいてえー、記入して活用していただければと思います。また当然水戸市からですね。その分かりやすく、早めに避難情報というのを呼びかけていきますので、市からの避難情報で。 危険の場所から早めにですね。避難していただきたいということがございます。さらにですね。改めまして、今回やはりあの避難所、この中におきますので、やはり今までとは違った場所に避難していただくということがございます。大変ご不便をおかけして申し訳ございませんが、体調が悪い方は中学校に一般の方は小学校に、そして避難行動要支援者の方は市民センターにということで避難していただければと思います。 そういったことについては6月15日号の広報ミートの方に特集を組み合わせて掲載させていただいておりますまた SNS やホームページなどあらゆる手段を使いまして今後とも水戸市としてお知らせしてまいりたいと考えておりますのでご協力の方よろしくお願いいたします、はい、この水戸市洪水ハザードマップですがこちらはいつ頃市民の皆さんの手に届きそうですかあはい、あの洪水ハザードマップにつきましては8月1日号の 広報水戸に合わせまして浸水想定区域にお住まいの、まあ、町内会の方の皆さんにはお配りさせていただいておりますまたどうしても町内会に加入されていないようなマンションなどにお住まいの方については市の職員の方でポスティングなどで配布させていただきたいと考えておりますまた本庁舎の防災危機器管理課や各地の市民センターなどでもお配りさせていただいておりますこの機会にぜひ コロナ禍での避難についてご確認ください。マイタウン水戸、今ンアキコがお送りしました。